皆さんこんにちは、新岡潤です。中田孝です。放送参加の加藤です。さあ本日も振り切ってまいりましょう、はい、バスケットテクニック。はい、ということでこの番組をね、ぜひ小中高生に見ていただいて、はい、リーガーや NBA 選手を目指すきっかけ、はい、そして、はい、プロセスになってほしいななんて3人振り切ってバスケットについて語っていく番組でございます。さあ本日のテーマなんですけど、はい、本日はフェイク。フェイク。確かにフェイク、なかなか細かいテーマですね、フェイク。いやーだいぶね、結構大事ですか、フェイクは。いっぱいある。いや大事、大事ですよ、もう。大事ですよ、もうね、フェイクといえばそんなしたことないから。まだ言ってない、まだ言ってない。本当に見えないところで細かいフェイクしてきたのはこの人です。ね。そんな人知ってんだよ。知ってんだよ。知ってんだから。じゃあやりますか。はい。教えてほしい。まあ思い当たるのはシュートフェイクですよね。まあシュートをまず身につけなきゃいけないですね。形だけじゃダメなんです。このぐらいのフェイクだと、ディフェンスも、まあね、読んじゃう。まあ打たないよなってなっちゃう。そうなんですよ。はい、なので、しっかりこう、本当、自分のシュートを、例えば、ここから僕だったら打つ。はい。じゃないですか。ああ、そこから。はい、はい。ここまでやっぱ持ってくって、こういうフレームをしなきゃいけないですよ。なるほど。結構、いいね。はい、はい。そこまで持ってくる。ちょっと動かしただけじゃ別に、猫玉程度にしかならないよって。確かに。やっぱりこう、一回ですか、パスですか、こう来た時に、来るから、早くやっとしちゃうから、こういうフェイクになっちゃうんですよね。ここ、フェイク、ゆっくりするの大事です。フェイク、ゆっくり。うわぁ。そうか。ああ。なるほどね。ああ。普通よーって、OK。本当にあの、もう狙ってる人の目になって。ゴールを見ないからですよ。ここは。あのね、本気で引っかかる。本気で引っかかる。そこは僕、やっぱ、やってきて、織茂選手、織茂さんは、フェイクめちゃめちゃ上手いです。へぇー。それはなんでかっていうと、こう普通の打つシュートフォームと、フェイク全く同じ形。へぇー。もう、そう。本当に打つ。そう。でも、こうフェイク引っかからない人の特徴は、やっぱりフェイクのフェイクだから、あもうね、フェイクするよっていう感じの、ただのポーズだわ。フェイクのためのフェイク。練習のための練習になってるのと同じやつだ。ありましたね。はい、ゆっくり行って、こうゆっくり上げて、しっかり見て、来た瞬間にやると、それは、あれなんですか、もうここまで打つ気満々なんですか、頭の中で。ああ、なるほどね。こっちはもうシューターのスキルなんですけど、ここでも来なかったら、うん、もういけるように。もう、良いよ。選択肢もあるんですね。もう、こっから、あの、上半身だけで、こう、しっかり、打てるように、この感覚、この肘とで。だから、下見てると、フェイクでこう、伸びきっちゃうと、ダメですね。うん、下も見てると、あ、見てほしいんですけど、はい、このまま。なるほど。あ重心が一緒です。はいはい。ああ、そうでは上げるけど。じゃあもう、こっち下、下半身は下に入れるようになってて、来なかったら、見てる。このまま、あっちも、フェイクしてきたら、そうそう。ああ派手じゃないじゃないですか、こういうのって、はい、こういう、 もう基礎に忠実なフェイクをしてきたのが本当渡辺拓馬さん、そして織茂さん、ですね。でもこれでもうこれできれば多分10点は取れます、1試合これできれば10点取れるさ、はい、10点は取れるちゃんと決めればね、まあ、でも止めばもうドライブできますから、ね、来たらパスも決めるし、ちゃんと自分のシュートフォームがどんな状態でっていうのも自己分析も必要ですね。確かに確かに。はい。そうですよね。それをそのまま使わなきゃいけない。ああ。なるほどね。すげえ。全く同じようにね。そうだから、フェイクしようしようと思って、もう、こう我慢できずにこう、なっちゃえばダメですよ。我慢して、ちょっと、こういう感じですね。これ本当に打とうと、このね、本当に、ここ。より本物に近い。本物に近い。なるほど、ね。確かに、シュートフォームだから、それですかね、キーは。自分の。自分のこの形分かってなきゃいけないですから。引用されて、フェイクのためのフェイクじゃダメだ。ダメですね。いや、それこそだって僕、中3の時、はい、テスト勉強をするのに、部屋に携帯電話を持ってっちゃいけないって言われて、電気屋さんにね、自分の携帯電話と同じ、全く同じ携帯電話の模型、あれね、100円で買えるんですよ。あれ持ってね、あの、母親がいる今にね、それを持ってくる。そういうことですよね。そういうことですよね。全く同じものを。なるほど。なるほど。そういうことですよね。
なるほど。今のはシュートレイク。シュートレイク。はいはい。ですね。僕がね、なんか、例えば携帯電話みたいなわけにもならないことになったんですけど、シュートレイクのキーポイント、はい。キーポイント。キーポイントは、まあ、自分のシュートフォームの形のままフェイクをするってことですね。フェイクのな、フェイクのフェイクじゃなくて、どんどんシュート打つよっていうフェイクを心がける。でもしかもその時、下半身はもうこっちに行けるようにしてるね。そうですね。ということで、はい、でこのシュートフェイク、そしてね、この番組に興味関心持っていただいた方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、See you next time! バスケットテクニック